高木です。やっぱり挑戦したいなと思うことがありまして、食べ放題、食べ放題の店、まあいろいろ今まで行ってきてるし、まあみんなもね行くと思うんやけど、その食べ放題って漠然とお得っていうイメージあるやんか。食べ放題だから好きなだけ食べていいねんなみたいな。でまあね、細かいこと言うだしたら気ないねんけどさ、その食べ放題果たして原価で計算した時にお得なのかとか、結局その食べ放題の店で食べるのがお得なのか、家で買ってきてスーパーかなんかで買ってきて家で食うのがお得なのか、そんな曖昧や。確かに、なんかこうはっきりさしてないみたいなでも冷静にちょっと一回考えてみようっていうのは、やっぱ YouTube のこういう企画じゃないと冷静に考えることないやん。食べ放題って本当は原価率どうなんとか、ドリンクバーって一杯どれぐらいなんとかさ、ご飯大盛りって一杯どれぐらいなんとか、そんな辺も今回全部計算してきたんで、ちょっと食べつつ元取れるのかな、どうかなっていう。なるほどね。その場所はスタミナ太郎さんで大食いしていきたいと思います。果たして竹焼スタミナ太郎で元は取れるのかどうか、現在やっていきましょう。早速行ってみたいと思います。やっていきましょう、竹焼ショー。はい、今回やってきましたのが大阪の難波店ですかね、難波南の方のスタミナ太郎までやってきました。向かっていこう。だいたいね、駐車場に落書きしてある場所は治安が悪い、間違いないこれ近場で、ああまあかん、映したらあかん、もう後ろもラブホテルから。はい、ドンキホーテの中に入ってると言われているスタミナ太郎でございます。あ、グリコ、あ、グリコあった、まあ、すごい都会ですね。ここあるあるなんやけど、この店がなんかスタミナ太郎かなのか分かんないけどさ、自分ら以外日本人じゃないよ、全員アジア系の中国人の人とかなのかな、旅行来た気分。そう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 、今回、まあ、そのグラム数で値段が分かるから、ある程度これ何グラムっていうのを分かった状態で持ってきてもらいます。なるほど。で今回は90分食べ放題のディナーのコース2400円。まあまあ、まあまあするねん。そういっちゃあかんやろ。いや、もっちゃ安いイメージあった。ホテルとかやったら1400円やろ。あ、夜とかやから、まあ、それぐらいしちゃうねんけど、まあ、ここにどれだけ近づけるか、そして越すことができるのか。はい、じゃあとりあえず1回目なんですけども、もう結構取ってます。今回ですね、タンは原価で高いと。なるほど。逆にカルビ原価めちゃくちゃ安いだし。あ、そうなんや。だからスタミナ太郎だとプレミアムとかそういうものがついたものは少し原価高いから。なるほど、取っていきましょう。あとタンとね、はい、こんな安めでいただきます。で、じゃあちょ、原価もおよそやけど言っていくわ。はい、まず一番先安いって言ったカルビがだいたい 1.3 円。確かに安いカルビ丼とかってなんか弁当で500円とかであるやんか。だから結構カルビは安いよね。で、ロースとかだと 2.4 円、で、ロースステーキは 2.7 円、ほうほう、で、バラ肉やと 2.9 円とかなる。で、タンやと一番高くて5円ぐらいあります。というわけで本日はプレミアムロースとタンと、で、これあのカルビなんですけど、もう一個これカルビでもプレミアクラビって言って、まあ言ったらその上カルビみたいなものを頼んだんで、これ、だいたい 1g あたり2円ぐらいします。あ、2円。はい、じゃあこれらを焼いていきましょう。焼いていくねー。こちらでだいたい 100g ぐらい取ってきたんで、これを原価で直すと一番良心的な値段で言えば300円ぐらいです。で、次に飲み物、飲み物が果たして原価どれぐらいなのかって気になるのか。お、確かに。一番安いのが炭酸飲料、これだって1杯10円、ウーロン茶が17円、ブラックコーヒーが15円、そしてコーヒーミルク砂糖入れで25円。今回私が持ってきたのはお前の魂です。おなじみオージェン 100% ジューシーがある。これが大体25円から30円と言われてます。まあ30円として計算しましょう。で、気をつけた方がいいのは、まあ焼肉といえばさ、ご飯うまいやん。これだけ取ってきても大体よく見て30円ぐらいだし、いっぱい。あ、そうなんだ、うん、これで60円ですね。嫌な食い方やなそういう気にしろって分かるからさ、許しておこうみたいな。そうやね、そうそうそう、気になるやん。ケチケチしてないやん、そんな変な、せっかく来てるのにさ。プライベートでやってないやるかプライベートでこれ大体30円やからみたいな、タンしか食わんみたいな、タンしか勝たんみたいな僕はそういう気にしろなんで、ちょっと細かくさせてください。じゃあいただきます。じゃあちょっとお腹空いてるから、まあ、食べ方は何でもいいやん。うん、ちょっと丼にするわ。それやろ、うまそうやろ。じゃあいただきます。まあ一発目ガッツリ食うもあり、まあちょっと軽いぐらいやったらね、キムチも食欲がそそるっていう意味じゃ入れてもいいかもね。やばい、それはあとニンニクね肉をちょんと乗せて、はい、
がいいですね。高校生の野球部今発狂してる。確かに俺が高校生の時やったらこれ6杯はいってるわ。6杯はかけてる。すみません、質問です。はい、僕が大好きコーラは原価何円ですか？10円。なんかサイトにさ、絶対に元が取れない理由みたいなの書いててんやん、はい、なんで食べ放題で元が取れないのか、経営が成り立ってるのかみたいな、今なんか分かった気するわ。お腹いっぱい。結構腹膨れね、いっぱいって。だってご飯満杯大盛りカルビ丼食べたわけやんか。思ったやつ。はい、というわけで2回目、さっきと同じように、まあ、タン多めに取ってきたりとか、でプレミアムのものだったりとかロースとか取ってきました。で量も 300g 今度めちゃくちゃ取ってきたから、すごいね。それで900円です。おお。あとここお寿司もあるから、お寿司の原価率っていうのもちょっと調べてきたから。めっちゃ気になるマジで。その辺も回転寿司のお寿司の原価率っていうのもなんか結構出てたよ、データで。あ、そうなの。調べてきたんで、ずっとお肉ばっか食っててもさ、あ、若いっぱいになってきたってなったらこう味変できんから、そんな辺でもこう頑張ろう。え、じゃこれ今回もしかして超えれる？頑張って超えるんじゃん。お肉これエグいな。普通にエグい。あ、お寿司も届いたよ。ほんまや。そのさ、マグロとさ、イクラとそのこの間にあるやつなんなこれ。あ、そうそうそう、それそれマグロやマグロ2貫頼む。え、ちょっと顔色悪いマグロ。プール見学してるやつの顔色。その主に回転寿司にあるネタの原価率一番高いのってウニだし。あ、そうなの。ウニで大体2貫で78円。え、高っ。結構高いよ。でウニは置いてなかったんだから、今回次に高いマグロと次に高いイクラを頼んだ。マグロが大体78円でイクラが65円。ほうほうほう。あ、これ毎回結構言ってる豆知識やけど、 100% オレンジジュースの場合のみ果物の断面図を写すことができる、パッケージに。あ、映ってた。映ってた。ちょっと言い方悪いけど 100% って言われてもちょっと信用ならんね。何パーぐらい、何パーぐらいっていうか、何もせえへんからって言ってホテル行くぐらい。男がそれもう信用ゼロやで、ほんまに何もせえへんかったパターンですよ。おお、スタミナからは。でも味が確かに 100% はあるけど、あ、なんなら 120% ぐらいあるかもしれない。濃すぎて、うん、トグル弟ぐらい。トグル弟もすればオレンジジュース飲んでる。お酒飲まれへんからオレンジジュース飲んでる。やばい、もう発見してしまった。はい、ミッキーがおる。どこに？隠れミッキーがおった。どういうこと？発見してしまった、ここに。何言ってるお前。君が取れるのは元だけかな、他にも何か取られない。ご飯なんて食えへんタイプやわ。え、それご飯何杯目？あ、さっきのちょっと残ってたから2杯目かな。あ、2杯言って、セーブしてるよ。ラグやん。ん？ラグやん。ラグ？ラグ？ラグ？確かにラグやん、なんかこの薄さといい、強さといい。薄さすぎる。お寿司もう一回お借りしました。お、やばい。はい、じゃあもうちょっとお腹いっぱいになってきたんで、最後ケーキをいただきます。ケーキがね、だいたい1個あたりの値段が68円なんですよ、原価が。で、ここにあるのはだいぶ小さめ、1個より小さいサイズがこうたくさん種類で置いてあるので、4種類でだいたい1個ぐらいかなっていうので、これで68円です、原価。チョコバナナケーキ、いちごケーキ、チョコケーキ、シュークリーム。はい、あ、わかりました、大丈夫です。ほんまにこれラストやね。そうやね、90分制やったっけ。90分制やな。送ったよな。
じゃあ最後にコメミコーナーやっていきますか。はい、皆さんもしこの動画がいいと思ったら高評価コメント、そして TikTok などへの転載よろしくお願いします。四国に住む兄弟を一言で紹介するなら、マジロムズさん、兄ポケモン、はい、弟汚い。翔さんのマックス音域ってどれぐらいですか。何本ぐらい分からへん、ちょっと今。でもミッキーの声したら高いんだな。これってどれぐらい。翔くんが乗ってるクラウン紹介してほしい。あ、オッケー、じゃあちょっと紹介するか。はい、あー、こんな感じの車です。はーい、クラウンです。もうそろそろ乗り換えたい。ごちそうさまです。行きましょう、行きましょう。はい、というわけで、改めましてごちそうさまでした。で、まあいくら元が取れたのかどうか、途中から普通に計算してもらってました。そうですね。いいっすか、私元が取れたのか言っていいですか。はい、今回元は取れました。おー、マジで、マジすごい、マジビビった。だから計算よくいけば、考えればいけるんや。いや、もう見事に高い、もうひたすらに頼んでた。そうやんな。まあ、これはあくまで今回検証なんで、果たして元を取ることが一番なのかと言われたらそんなことないなっていう、まあぶっちゃけた話ね。もっと自由に食えたというか、元をマジで取ろうと思ったら、まあめちゃくちゃ大食いじゃなくても頑張れば取れるって感じですね。うん。はい、っていう感じの検証結果でした。まあ今回ね、改めまして元を取る方法なんですけど、まあ今回みたいな本当に高いものをこう考えてたとか、まあそういう計算をすれば元が取れるということが分かりました。まあそれプラスもう一つ方法があるとしたら、そうですね、木下優香さんでも呼びましょう。簡単に元は取れると思うんで。余裕。